いろんな思い出があります。ありがとうございます。ちょっと覚えてますよ僕は、はい、ね、最初がね、2015年、はい、年まで入る、うん、2015年世田谷、あ、世田谷、世田谷から、ね、で前島さんがね、ミスターラーメン前島さんが直々に作ってくれた、いらっしゃったんです ね。で世田谷から始まって、はい、世田谷、うん、新福祭館、河野、はい、ライク、はい、81番、うん、クワトロ、非常の空論、違うな、マルエ食堂、非常の空論で、富里に、今日は10回目、さすがメイン MC、 もう待ちよ、いやいや、メイン MC こんな覚えてるもんなんですね、記憶力がすさまじい、やっぱ、やっぱそのぐらい覚えてないと務まりません、さすが、ありがとうございます、お世話になってます、はい、というね、本当今回でもその、はい、まあ、10回もね、素晴らしいんですけど、はい、200回、はいはい、この200回、やっぱ記念すべき回にはね、はい、もう本当に伝説のお店、ホープ軒、すごい、ホープ軒、千駄ヶ谷ホープ軒、ホープ軒はすごい、これはすごい、私も行ったことはないんですよ、名前はやっぱなんかこう業界人の方が結構好きそうっていう、ね、あのミュージシャンもみんな来てます、確かに、タクシーの運転手さんもね、そう、車が止めやすい、あと24時間営業、24時間営業、ね、年中無休、年中無休、そう、俺だって大学生の時にあの正月にどこも空いてる店なくて車で走り回ったりやってました、さすがですね、やってもありがたい、うわ、どんどんエピソード出てきますけど、ちょっとオープニング長くなっちゃうんで、今お腹空いちゃったんでいいですか、いやいやいや、もうちょっと、もうちょっと喋らないと、どこのこ、あ、もうね、あのここの出会いはね、もう古い、出会いか、出会いはじゃあ店内で、そうそう、行っちゃいます、行きますか、中で聞きます、はいはいはい、さあそんなわけでラーテレ200回記念、突撃するお店は1960年創業、東京背脂豚骨ラーメンの元祖ホープ軒、創業者はこの方、今なお元気に厨房に立つレジェンド、牛久保秀明さん、二十歳の時裸一貫屋台からスタート、試行錯誤の末に生み出した背脂豚骨とは果たして、代名詞は言わずもがな、ずば抜けた存在感を放つ背脂、まろやかな背脂の甘みと豚骨の旨味ががっちりタッグを組んだスープは、醤油ラーメン全盛の時代に一大センセーションを巻き起こしました。合わせる麺はこちらも当時驚きを持って迎えられた極太ストレート、絡みつく脂ごとズルズルとすすり上げれば、ああ、まさに至福の味わい、ここホープ軒を元祖とし、瞬く間に東京中に広がりを見せた東京背脂豚骨ラーメン、その驚愕のうまさをさあさあご堪能あれ、はい、どうも大変お待たせ、おー、素晴らしい、はいはいはい、嬉しい、でかいね、すごい、すごいね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、これ香りが、これがホープ軒のラーメン、迫力が、この背脂がポイントですね、そうそう、まあ、元祖的な存在ですよね、豚骨醤油、もう元祖、はい、じゃあとりあえずいただきます、をしますか、いただきます、いただきます、僕あのいつものスタイルで申し訳ないんですけど、この入れ放題のネギがあるんですよ、そうそう、はい、これ大事、これをね、これね、自分でだから今ネギ入ってないでしょ、はい、これね、自分で入れるんです、お好みで、いいですね、で自分 で、 そうです、でこれをね、まあ、適量入れて、これ、はい、これね、先に入れて、そう、はい、その通り、ちょっとね、沈めとくんです、へ、柔らかくしとくんです、これは結構ちょっと結構ザクザクのネギだから、はい、結構硬くてね、これをちょっとね、中に沈めると柔らかく、柔らかくなる、味染みて、いい感じ、いい感じになります、なるほどなるほど、じゃあまずスープからですね、スープいきます、はい、優しいんだよね、ここは、あ、ね、ね、え、ああ、いいですよ、もうなんかもう言葉悪いですけど、ギットギトな感じ来るかなと思ったんです、意外と、そうそう、いや、ね、やっぱこのぐらいのあっさりさだからかなり量ありますけど、うん、さらっといけそうですよね、さらっといけちゃう、ほんとベースのスープが、まあ、ほんとね、油も少ないし、うん、なんだけどもう綺麗に白濁した、うん、ほんと旨味が、豚骨の旨味がすごい詰まってて、まあ、でも比較的あっさりめに仕上げてるけど、うんうんうん、背脂でこってり感出す、そうそうそう、このバランス、そう、いやこれ気がつかないと思うよ、ね、なかなかね、背脂がこうやって浮かしてなんかパンチを効かせるなんて、ね、考えやったやつはすごいなと思う、ね、感心しちゃう、背脂にどんだけお世話になってるかって話ですよね、本当にお世話になってますもともと屋台なんですよね、もちろん僕らは知らないですけど、うん、それでもその屋台で1日800杯とか売ってたの800杯は半端じゃない、ねね、屋台で売れるものじゃなくないですか、だから本当そのぐらいものすごいもう人気を誇ってたんですよ、すごい、めちゃめちゃ儲かったけど、めちゃくちゃ小銭がもういっぱいあるの見てすぐ使っちゃった確かにね、小銭がいっぱいある確かにそれはじゃあこれ早速麺もいきますか、いきましょうか、これがね、
これ今でこそこれですけど、昔はもうものすごいびっくりするぐらいの太麺だったんですよ。そう、今もだいぶ太いですよね。結構太いけど、もっと昔はもっと太い、ね、もうびっくり、本当に、うん、うまい、うん、最高、美味しい。こうカクカクしてるんですね、ね、麺が、ね、独特な。そう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 。でもやっぱこの手のラーメンは、まあもう本当北海道の何かしらの流れを組んでる。うん、これの源流がここなんですよ。本当じゃあもうすごいとこじゃないですか。すごいとこです。本当に。本当にすごいとこなんですよ。最初にやった人だから。そう。がまだまだあえてラーメン作ってるけど。確かに出してくださるっていう。ね、奇跡ですよ。これは。すごいな。これね、ここ今こう3階でしょ、1階立ち食い、2階方向やってて、3階テーブル席、はい、この上が製麺所です。ここでここでやってます、自家製麺。そのタイプなんですね。そうなんです、全部ここで作ってますよ。私なんかここなんかよく歩いたりとかしてて、うん、見たことある、うん、見た目もすごいインパクトあるじゃないですか、うん、いやあれって全部ラーメン屋なのかなってずっと思ってて、すごいですね。じゃあ肉はまだ早いですか。肉いっちゃいます。いいですよ、いいですよ、いきましょう。これね、バラのね、バラ、うん、そう、うん、うまい、うん、うまい、ちょうどいい甘さ、いいいいいいで、醤油の味もちゃんとしてる。いい味が、下味が入っててね、すごい美味しい。下味入ってるけど、でも肉の旨味もちゃんと残ってますよね。あ、好き、いい。うちくぼさんが、こういうね、この背脂豚骨っていうラーメンを作って、お弟子さんがいっぱいいるわけですよ。で、もうほんとね、弁慶もそうだし、カズキ、カズキもそうだし、あと弁慶、カズキ、弁慶からまたその別れてたの、そう、成田家とかで、ね、店がたくさんあるんで、もうほんと複雑なのすごく、パケージみたいになってくる。そう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 、お弟子さんのお店とかだったりすると、その塊の油をそうザルでガラガラってやってギットギトにして、はい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 、だから、そう、背脂チャッチャッチャッチャってるから背脂チャッチャ系。そうそう、なるほど。でもここはチャッチャやってね、そうね、ちょろちゃんと上に浮いてる。おしゃれ、おしゃれ。品よくやってる、うん、あ、それもそれってことですよね。そうそうそう、そういうのもあるし、東北の流れ、うん、全てのルーツがここにある。そうそう、ですごいですよね。 そのルーツがいらっしゃるんですね、うん、それでね、あの、なんかいろいろね、新しいことをやってて、おしぼりがね、そう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 、あれをやっぱ僕とかもやっぱ大学生の頃とかに、もう知ってるぜ俺ここにおしぼりあんのみたいな、入った瞬間にもうバーンと取ってこうやってやってみたいな、はい、ラーメンそれをやりたくて、まあ特にね、おしぼりここにありますなんて書いてな、昔は書いてなかったから、でもなんかみんなはこうやって常連はやってるの。はい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 、なんだろうね、ご自由になのかどうか。そう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 、うわ、今度私カウンターで女一人でおしぼりパンって出したらかっこいいですよね。かっこいい、かっこいい、やろう。あとこのね、お茶がこれジャスミン茶。そうなんですよ、ジャスミン茶ってちょっとおしゃれ系な感じするじゃないですか。ジャスミン茶自体がまだ珍しいですね。高級中華に俺飲んだことなかった感じですね。そうですよね、びっくりしますよね。びっくりしますよ、本当。これでも昔からこれなんでね、もうやっとあのネギもいい感じで、うん、そうなんです、柔らかくなって、ネギ臭い、もうネギ臭い、もうそれをちょっと多めにバクバク食べるのがもうたまんないわけですよ。これでニンニク合わせたらやばいから、もうやばい、それもアウト。ニンニク入れたいんですよ、私今めちゃくちゃじゃあ蓋開けてあげて、すいません、ありがとうございます。うわっ、来た、香りがもう結構、あー来るね、でもうまい、あーこれですよこれ、ね、これうまい、これもうやっぱうまい、80年代の感じ、うわ最高、ニンニク、これはめっちゃめちゃうまいけど、しばらく消えないこれ明日私握手会じゃなくてよかったいやね、もうまさにこれ200回記念にふさわしいラーメンですね、うん、これね。いやもう最高ですね、うんうん、あの私10回も出てるんですけど、うん、多分手脂って初な気がするんですよ。 しかも元祖を最初に食べられたっていうのは、うん、ういや本当に記念すべき私の10回目になりました、はいはい、そっちも記念すべきですね、はい、そうです、はいね、でもこの記念すべき日ね、このラーメンが食べたいと本当に良かった、ね、幸せでした。全然ね古見ない、うん、ね、すごいですよね、大発明です、うん、本当に懐かしくなっちゃった、うん、味とか匂いとかって昔をね、ファーって思い出させますもんね。その通り、そうなんです、この匂いを思い出すと、うんうん、多分私はお二人を思い出すってことです美味しかったです、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。